スポンサー解除。日本人ファイターとしては初、平田いつきのスポンサーとしてエナジードリンクでおなじみのモンスター。ただ前回のワン参戦の際に3回目2大会連続となる軽量オーバーにより試合が消滅したことが原因なのか、平田いつきの SNS のプロフィール写真が変更されました。今まではモンスターが写っていたのですが、現在はプライベートの写真に変更。モンスターの契約アスリート一覧からも平田いつきが消えていましたが、 SNS のプロフィール写真を再び更新し、そこではモンスターのロゴが写っています。次こそは試合が見たい。